皆様、本日はマイティアクタケシリーズの第何なんかわからないですけれども、今回はこちらの油揚げ、お揚げをメインに簡単に巻いていこうかなと思います。では早速やっていくんですけれども、今回はね、包丁を使わなくても大丈夫な感じです。えのきとか、これはもうカットしてるんだけど、ここもね、別にキッチンバサミとかで下だけ落としてくれてもいいので、用意してほしいのは油揚げとえのきと豚肉、今回バラを使ってます。お揚げの処理なんですけれども、もうキッチンバサミで下だけちょっとピッて落として、であとは中開いて、これいつも使っているふっくら油揚げです。焼き納豆とか使って、焼き納豆食べたい。はい、でまあ適当にもう開いたらハサミで横切っていきます。はい、でちょっと俺の手が太かったから中まで入んなかったんで、はい、残りもやったら、はい、はい、こんな感じでパッと開いてあげてください。一応もう一個やっとくけど、まあ本当に簡単です、これを。まあもちろんね、この大きい横の面をね、バーって切ってくれてもいいんだけど、そうするとちょっとなんかほら、いっぱい切れちゃうとさ、なんかもったいない気がするじゃん。なので、僕はここでやっております。はい。開いたら、また。はい。こんな感じ。で、全部。で、今回は合計ね、8枚開いております。で、油揚げを使うときに、油抜きしたいって方は、まあ、この状態でもいいし、こうなる前の状態でもいいんだけど、多分ね、開いてからの方が、多分この開く、この状態の時に、熱湯をかけて油抜きしちゃうと、開きづらくなっちゃうと思うので、開き終わってから、もし油抜きをする方は、この状態から上に熱湯をバーってかけて、ちょっと余計な油を落とすっていうのがいいと思います。ただまあ、僕たちはそんな気にならないので、で、あとまあ、もともとここにある油で焼いている時に、フライパンにね、油を追加せずに、ここに残っている油だけで焼くことが可能なので、僕たちは基本的には油抜きはしません。まあ、熱湯をかけるのもめんどくさいけど、ちょっと油取りたいなって時は、正直もうキッチンペーパーとかで、こんな風に、あったらもう、はい。こうすれば、余計なね、油がわかるかな。こんな感じでちょっと、取れるので、まあ、手軽に油抜きをしたいよって方はキッチンペーパーとかでも大丈夫です。まあ、そこら辺はお任せ。やってもやらなくてもいいよ。じゃあ巻いていきます。えのきと豚肉をね。で、いつもこれひっくり返したんだけど、この面を外側にしたいと思います。焼き納豆とかをね、もし作ってくれた方がいらっしゃったらわかると思うんだけど、こっちの面を焼くとほんとパリパリになるんですよ。なんで、おすすめ。豚バラ。このちょっとバラちっちゃいから、まあ4枚ぐらいかな。に、えのき。で、このバッて塊のままでもいいんだけど、ちょっとほぐしてから入れとくと、火の通りが早くなります。はい、こんな感じで。そしたらもうあとは、もう簡単です。巻いていくだけ。よいしょ。ラックティン。はい。で、豚肉とかと違って、これ結構焼いた後も、そんなすっごい型がつくわけじゃないので、今回は爪楊枝で、ちょっと蓋というか、ほどけないようにしようかなと思っております。ちょっとパスタだとね、もしかしたらこの厚みだと折れちゃうかもしれないので、ね、安全に。で、爪楊枝を2箇所ぐらいで大丈夫なんで、こんな感じで、ロールしてあげてください。じゃあちょっと他にも巻いていきます。じゃあ一応もう一個やるんだけど、まあ、あと、このね、油揚げ、切っちゃった部分ね、余ってると思うんで、そういうのもね、一緒に入れちゃっても大丈夫です。豚肉。はい、豚肉を4枚ほどやったら、あとえのき。はい、じゃあ巻いていきます。はい、オッケー、簡単で、あとは爪楊枝で2箇所ほど口を縛れば、はい、オッケー、こんな感じで豚肉とえのきを巻いて爪楊枝で蓋をしますと。じゃあこんな感じで残りもどんどん巻いていきます。では全部こんな感じで巻き終わりましたので、焼いていきたいと思います。で、先ほども言ったみたいに、僕たち油抜きしてないんで、
油揚げからね、まだ油が十分残ってる状態なんで、もう何も引かずに焼いていこうと思います。で、あと、中のね、豚肉からもね、油は出てくるので、少しちょっといつもよりも太めなんで、で、あと、いつもはね、お肉で巻くことが多いんだけど、表面にあるからお肉に火が入りやすいんだけど、今回ちょっと内側にも入ってるんで、しっかりとね、中まで火を入れたいと思います。適度に温まってきたら、こちら入れていきます。何個入るかな？5本ぐらいが限界かな。で、今回えのきを巻いたんだけど、全然ネギとか入れても美味しいし、人参千切りにしたの入れても美味しいと思うし、色合いもね、綺麗にもなるので、皆さんここら辺はね、お好みの野菜と一緒に巻いてあげたら美味しいと思います。で、今回タレも作るんだけど、油揚げがね、結構タレとよく絡むので、とても美味しいございますよ。もしね、しっかりと本当に焼き色をつけたいんだったら、こう、爪楊枝とか刺した場合、このちょっとはみ出てる部分を先ほどのキッチンバサミとかでカットしちゃえば、よりね、コロッと回せるので、綺麗にね、焼き色がつくと思います。一応ね、出てる爪楊枝全部これカットしました。これで、ちょっと周りがぶつからずにね、焼きやすくなると思います。では、まあ、軽くこんな感じでね、焼き色がついたら、ああ、美味しそうな香りってなるので、そしたら蓋して蒸し焼きにします。お酒を、料理のための清酒、大さじ2杯ぐらいですね。はい、入れて、蒸し焼きにします。はい。で、中までじっくり火を通したいので、火は弱めの中火ぐらいで、この状態でまず2分やっていきます。その後ひっくり返してもう2分やります。では、2分経ったので、ひっくり返したいと思います。めっちゃいい香りする。はい、ひっくり返したので、またこちらでまた2分焼きます。もう片面も2分焼けたので見ていきます。はい、めちゃくちゃいい香り。両面2分ね、焼き終わったらあとは焼けてないところに綺麗な焼き目をつけていくだけですね。ちょっとこの辺横とか焼き目欲しいなっていうところをちょっとこうやって立てながらやってあげれば焼き目つけられるんで、綺麗な焼き目つけてあげてください。はい、こんな感じで、はい、選手交代です。いいですね。中のなんか豚バラの旨味も全部 ね油揚げとえのきが吸ってくれてるから最高ですよ。で、蒸し焼きにしてね、中までしっかり火を通した後はもうあとは余計なね、水分を飛ばしてカリカリにするっていう作業なんで、で、まぁ、ちょっと火加減が不安で、中まで火が通ってるのがどうしても不安って方は、正直レンチンした後にもう一回焼き色つけても、絶対中まで火が通ってかつ、カリカリにも仕上がるので。はい、じゃあ、とりあえずね、よーくもう焼き色がついたものから。で、まぁ、今ちょっとね、残りのやつ今焼き色つけてるんだけど、最初に取り出したやつ、カットしてみたらこんな感じで、ちょっとピントがどうかな。あった。はい、こんな感じでね、中までもうしっかり火が入ってる状態なので、火入れは大丈夫です。なのであとはもうお好みの焼き色をつける感じですね。無駄段だね。ね、完璧だった。ロールケーキみたいになってる。 OK かな。いい感じの焼き色がついたんで、で残りもねちょっと焼いていきたいと思います。で、皆さんすいません、忘れてました。これねやっちゃったんだけど、この巻く前に最後ね、ロールする前に塩コショウを軽くしてから巻いてあげた方が下味がねしっかりつくので、ちょっと今回忘れちゃってたんですけれども、やってあげてください皆さんは。一応多分テロップで途中で書いてます。では全部焼き終わったのでタレを作っていきたいと思います。で、同じフライパンでいいんですけれども、ちょっとね焦げが残ってる場合とかもあるので、キッチンペーパーで軽く拭いてからの方がいいと思います。では作っていきます。まずはみりんで、今回量がたくさんあるのでちょっと多めにタレ作ろうかなと思ってます。はい、みりんを大さじ3杯で、お酒これは大さじ2杯、でまあ、アルコールを飛ばすんだけど、ここにお醤油、こちらも大さじ3杯、オイスターソース、これがね、うまみですよ。こちら大さじ1杯、はい、オイスターソース。まあ、ここは お好みなんですけれども、僕はこのニンニクのチューブを小さじ1杯ほどで、ここが大事なんだけど、お砂糖を入れてください。まあ、ここは蜂蜜とかでもいいんだけど、結構ね、こういうのってね、甘みが本当にうまさを感じる秘訣なんだよね。なんで、まあ、大さじ1杯で。
で酒、醤油、みりん、オイスターソースにニンニクと砂糖入れたら、そしたら火にかけて、まあお酒を飛ばす感じですね。で今回は先ほど作ったね、油揚げのね巻いたやつ、これに絡めてもいいんだけど、カリカリのね食感を楽しみたい場合は上からかけるぐらいで、あと食べる寸前にねとかの方がよりねパリパリ感が味わえていいと思います。ちょっと動画外にはなっちゃうんだけど、黒胡椒をね最後このタレかけた後仕上げにやってくれると、よりねピリッと美味しくなると思います。で今回はねしっかりめの味付け、濃いめの味付けにしてるから、まあおつまみとしてもいいんだけど、全然ご飯のおかずにもね美味しく召し上がれると思います。でまあ砂糖がしっかりと入ってるから、結構ね水分飛ばすととろみはつくんだけど、正直そこまでつけなくても大丈夫です。今回お揚げがね結構吸ってくれるんで、ちょっとシャバッとしてるぐらいでも十分です。はい、じゃあもうアルコールが飛んだので、最後ちょっと味見だけしときます。じゃあこちらで今回の特製のタレも完成なので、あとはねこちらの先ほど焼いたものをカットしたのを僕たちは絡めて、仕上げに黒胡椒をかけて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。乾杯。うん、では、あ、ちなみに上だけ爪楊枝取った全部。ああ、食べやすいように。そう、みんな食べると気をつけてね、爪楊枝は刺さってるんでね。はい、ではいただきます。うまーうまい。このさ、まだ、うん、外結構カリカリじゃん、ね、で、この厚揚げじゃないわ、これ油揚げのね、うん、味しっかりするんだけど、噛んだらやっぱ中からさ、えのきのさ、肉汁じゃないけど水分がさ、ブワーって出るからさ、めちゃくちゃ吸い取ってる。で、あと黒胡椒、黒胡椒完璧。このタレね、タレやばい。本当に外がカリッとしてるんだけど、噛んだ瞬間にもう豚バラとえのきの旨味がジュワーって出てきて、それとこのこうちゃんのやみつきのタレが合わさった時にもうやばいよね。今のやつすごい豚肉を感じた。めっちゃ美味しい、マジで美味しい。これ七味をちょっとかけてみたくてさ、絶対あの七味好きな方はね、俺もかけてもらいたい。ありがとう。絶対美味しいよね。合うよ、これは。では、うん、うまっ。どれだよ。あと、お弁当にもいいね。いいと思う。あとな、これ塩コショウだけで食べても十分美味しいんだよね。それがすごいとこ。やっぱちょっとこれマジで止まんねえわ俺。いや今回はもう絶対ご飯がないとダメだと思ったんで、ご飯用意してるけど、あの糖質制限されてる方にも今回の料理はねめちゃくちゃおすすめだよね。もう最初抜いちゃっていい全部。うん、もう他のやつも全部抜きました。いやこれね、あの想像以上に多分ねめちゃくちゃ美味しいよね。うん、なんかね、この全部が相まってみんなが多分思ってる3倍ぐらい美味しいと思う。うん、多分さ、カメラでは多分届いてないかもしれないけど、あのやっぱ唐揚げとかのサクサク感とか違うけど、このさ、やっぱ裏返しにしてるのが本当にいいよね。うん、油揚げは絶対裏返して食べてみて。で、あの油抜きしてないんだけど、油を使ってないからむしろちょっとさっぱりしてるんだよね。そう油っぽさは全然濃くない。タレの旨味もやばい、本当に美味しい。じゃあラスト1個。もうラスト。早い。量だったね。いただきます。うん。
ということで、本日はですね、えのきの、カリカリ揚げ豚焼き、はい、揚げ豚巻きだね、おこちゃん作っていただいたんですけど、これちょっと仮の名前でございます、はい、もしかしたらタイトルが変わるかもしれないですけど、あのね、めっちゃ噛んだ瞬間にまずカリッとするんですけど、その後ジュワッとしてコリッとするこのね、食感がね、本当に神、めちゃくちゃ美味しいです。で、本当にね、噛んだ瞬間に水分がすっごい出てくるんだよ、ジュワってね。食べ物は食べ物で表すのおかしいんだけど、最近食べたあの、うん、大福、フルーツ大福ね。フルーツ大福すごい果汁がブワーってジューシーなやつね。 それくらい出た。そう、めちゃくちゃ本当にジューシーで、で焼いてる時にも多分皆さんに伝わってると思うんですけど、外側にやっぱ油揚げが吸ってるんで、外側にあんま出ないんですよね。そうそうそう、だから全部この油揚げがいい感じにうまみとか水分とかも吸ってくれてるんで、超ジューシーなんですよ。すごい本当いいレシピだなと思います。で、こうちゃんがね、やっぱね、作ってくれたこのやみつきのタレね、塩コショウだけでももちろん美味しいんですけど、このやみつきのタレがあった瞬間、もうご飯が鬼のように進みます。進みますね。お酒ももちろん進むんですけど、そうですけど。はい、という感じで、本当にめちゃくちゃ美味しいあの料理になっているので、ぜひ皆さん巻いてね、焼いてみてください、はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。